さあ、というわけでやっていきたいと思います。今日はラム7を使うんですけど、何やら流行ってるらしいので、最近何やらよいしょ、まあ、かなり軽くして SMG スタイルにしてあるから、まあ、そもそもゴーストの時これ SMG でしたよね、タンボールって。この距離もいけちゃう。感覚的にはすごいね、あれだよね。SMG と AR の中間的な動きができるよね。どうしよう、今いたよね。どう考えても今いたよね。でも。これ多分僕の真下にいるな。なんだ？もう一人いましたね。あれ？そこいたよね。一回 UAV を確認してみようか。で、そこやって。エリア来たやつやって。そこやって。で、ちょっと動いてみるか。まあ、ADS 速度は速いけど、あれですね。横移動に関してはちょっと捨ててるから、完全に。ノーストックもないしね、この武器。まあ、だけど、ADS 速度が速いだけで、だいぶ、戦いやすい。これ読んどこうか。次っぽ、敵ローテしてるから、逆にローテしてるのであれば、しっかりとエリアに、落としつつ、レーダーよく見て。アドバンス出てるからね。ちょっとこのまませっかく出てるから、狩らせてもらう。核いけるかな？核いきたいな、このまま。このゲームは核出せば、勝ちなんで！なんで負けんだよ、今の。やべ、呼吸するの忘れてた。ゲームしてるとね、たまに忘れるよね。おお、これセンターからも来るな。椅子が変わった。ごめんね、キル中してるね。申し訳ない。でもまあエリアには行かせないから仕事出しますよ。じゃあ次はちょっとここは、しっかりと、入りつつ、危ね。やべ、死ぬ。どうする？上来てるから、一旦逃げつつの、あ、そこ今来ないでほしい。一旦リロードして、意外とこういうとこで、なんでデュアル持ってんだよ。マジか。あ、アドバンス出したから、急げ急げ。今のうちだ。今のうち。次のエリア反対側だから左から回りましょうか。いいじゃん、タボール。まあ、ここはね、こう行ってからの、危ね。で、リスポーン取れて、多分次、ここだよね。こうですね。うんうん。確か合ってたよな。正直もうね、e スポマップ以外のね、ごめん、違ったわ。マジか。全く違ったわ。やべ。e スポマップ以外のね、ハードポイントのね、順番なんてね、覚えてないですよね。覚える気ないですからね。そろそろ行っても大丈夫ですかね。さすがに、正面は大丈夫だろうな。多分、どっちかっていうと。あれ？いや、いるよね。危ねえ。よかったな。左から回ってくるんじゃないかなと思うんですけど。なるほど、どうですか？わーんでスナイパー？いやー、なんだろうな。いや、ほんと、ここ最近ちょっとね、投稿空いたじゃないですか。取ってないわけじゃないんですよね。全然、ランク前行ってて、動画は撮ってたんですけど、いや、もう見事にね、まあ今の試合見たら分かる通り、かなり一方的じゃないですか、一方的な試合。だからね、一方的な試合しか取れないんだよね、ランク前。なんか、フルボッコされて、その次の試合フルボッコするかみたいな。ほんと、どっちか。ほんと、どっちかなんですよ。だからね、結構 GG するっていう試合がね、ほぼない。本当にほぼない。フルボッコか、フルボッコされるか。
その2択しかなくて、まあ単純にね、動画として全然面白くない、ね、試合ばっかで、まあ、まあ、フルボッコされるより、まあ、フルボッコしてる動画の方が、まあね、キルシーンがあるから、身の応えはあるから、まあね、こっち、そうそう、この試合上げようかな。ほんとね、こういう試合をね、何本も撮ってるんですよ。何本も撮ってる。で、上げようかな、どうしようかなって悩んで、まあ、結局上げなかったんですけど、やっぱちょっと上げちゃおうかな、もうさすがに。ずっと上げないことになっちゃうから。なんだこれ。いや、なんでいいフラグだな、それは。僕どこに呼んだ今。今どこに呼んだ、ここに呼んでないよね。大丈夫かな。 OK。 あそこは、ね、またぐれ来たんだけどさ。うーわ、何個来てんの、フラグさんか。フラグさんっていうネタはもう今の人分かんないんじゃないか。もう子さんの人しか分からんだろうな、フラグさん。まだいるよね。これまだ来ちゃうな。リロード間に合うかな。ワンチャン後ろでも湧いてると思うから。あ、てか後ろで湧いて、もう変わってるわ。完全に変わってるわ。もう来るかな。V トール、Y の V トールが、Y の V トールが降ってくるはず。あ、ごめん、なんか今、普通にスルーされちゃった。もう終わっちゃうね。いやほんとなんでこんな一方的な試合しか取れないの、マジで。GG な試合マジで取れないんだけど、なんなんかな。あー味方が消えていく、味方が消えていく、なんで早い、早すぎる、早すぎる。V トール呼ばれてる。ちょっと待ってよ。V トール2体、2体、あれ ?V トール2機出てるんだけど。V トール2機出てますよ、これ。V トールが、V トールが2機出てます。ワンダウン?おい!はぁ!あー!出られない子か。やっとリスポーンがあった。やっと外に出てたよ。どうだ、敵は。ただでは終わらん。ただでは終わらんぞ。どうその辺いるんでしょう。OK、スリー。スタン、ノーヒット。湧いてくるでしょう。うわー、なんで逃げ切れない。UAV は出した。あ、左から回ってるやつおるぞ。こっち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 。またスナイパーだ。あれは味方が多分やってくれるはず。削ったし。強くね?今の。あの距離やれちゃうんだ、全然。ジャンプ打ちでいけば、たとえスナイパーとて。やべ。わっ!手が滑った。前はセントリーがあるから、正面。こっちから回り込んで、ここで1キルぐらい取れるでしょ。でバレたから、一旦隠れてからの、で、ここ一気に行っちゃおう。スタン入れて、当たる、1枚、2枚、3枚?うまい。うわ、ヘリガン出されとるんだけど、なんで?嘘でしょ?この状況下で、ヘリガン、ちょ、マジで?終わってまう。終わってまうよ。終わってまう。落としてる暇あるから、やばい、とんでとんでもないキルされてる、とんでもないキルされてる。おい、な、今何キル持ってかれた。十何キル持ってかれなかった。ヘリガンに。あー、リスポーン買ってるな、多分。オッケー、この辺か、この辺か、どこだお前が。
この点差縮めることが終わっちゃうよ。あと11点。あー、敵対空意識すげえ高いね。うわー、終わっちゃう。さっきの試合と大違いだな。なんかなんでこんな極端にきつい試合と。ああ、さすがにごめん、活躍できんかったわ。僕がアドバンストまで呼べたら、僕がアドバンスト指出せてれば、味方もキル取れたと思うんだけども、仕方がないですね、これは。お疲れ様でした。よかったらモチベになるので、グッドボタンぜひよろしくお願いします。バイバイ。